お父さん、あなたの娘をもらってもう15年です。毎日3人のママとして頑張ってくれています。あなたの娘はこの僕の実は初恋の人で、中学の頃生徒手帳に写真を入れていたほどでした。お父さん、あなたの娘はかなりの天然ボケで、冷やし中華なのにフーフーしながら食べます。息子の柔道の試合で気合を入れようとして、坊主頭パチンと叩いたら、その頭は知らないハゲたおじさんでした。お父さん、あなたの娘の天然ボケのおかげで、我が家は何があってもいつも笑顔でいられます。ああ、きっと多分これはあなたの遺伝でしょうか。ありがとうございます、お父さん。